枝豆。痩せた土地でも栽培できて、病気にも強く、根に寄生する根粒菌によって土の中の窒素成分を増やす効果もあります。収穫すると時間とともに風味が低下するので、収穫のすぐ後が一番おいしく食べられます。畑はもちろんのこと、プランターでも栽培できます。畑の肥料はあらかじめ1平方メートルあたり苦土石灰 100g、 コップ1杯くらい、堆肥 2kg、 バケツ2杯くらい、化成肥料 50g、 コップ半分くらいを土に入れ、よく耕しておきましょう。気温が25度くらいになったら、20センチから30センチ間隔で種をまいていき、その上から土を2センチほどかぶせます。畑に直接種をまくのが基本ですが、鳥に襲われる危険がある場合は、ポリポットに種をまき、こなえになるまで育ててから畑に植えましょう。株の高さが10センチくらいになったら、間引いて2本仕立てとします。本葉が 4,5 枚になったら、株元に土を寄せてあげると根の発育が良くなり、株が倒れてしまうのを防ぐことができます。収穫時期が短いので、取り遅れのないように。鞘が黄色くなり始めた頃ではもう遅いので気をつけましょう。枝豆の美味しい茹で方。枝豆は意外と塩が染み込みにくい食材です。1、鞘に傷をつける鞘切りをして塩もみします。2、塩もみに 10g の塩を使ったら、1リットルの水に対して 30g の塩を加えます。水1リットルに対して全部で 40g の塩の割合がポイントです。3、沸騰した塩水に塩もみした枝豆をそのまま入れ、3分から5分茹でます。5分以上は茹でないようにしましょう。4、お湯から取り出してうちわで冷まします。ここで水で冷やすと塩を洗い流してしまい、水っぽくもなるので注意しましょう。栽培のポイント。種をまく前に種を水に浸さないようにしましょう。野菜本来の美味しい味を食卓へ。